ダボール・シューケルは、ユーゴスラビアを支援区出身のクロアチアの元サッカー選手。ポジションは FW。選手時代は、サッカーユーゴスラビア代表、サッカークロアチア代表として選出されている。クロアチア代表としては、最多の通算45得点を挙げている。現、クロアチアサッカー連盟会長。彼の妹のクラウディアは、日本でもおなじみの格闘家。 ミルコクロコップと結婚した。1982年にユーゴスラビアのクラブ NK をシエクでキャリアをスタート。1989年に NK ディナモザグレブへ移籍。2年間でリーグ60試合に出場34得点を記録した。ここでの活躍によりユーゴスラビア代表に呼ばれる。1991年セビージャへと移籍。 11月17日のエスパニョール戦にてデビューを果たす。遺跡初年度は22試合で6ゴールだったものの、翌年には開幕戦で、アルバセテ相手にハットトリックを記録するなど33試合で13ゴールを上げた。1993から94シーズンは、ロマーリオに次ぐ、リーが24得点を上げた。1996年に、レアルマドリードへと移る。 そのシーズンには3度のハットトリックを含む、再び24ゴールを挙げ、リーグ優勝に貢献した。また、1998年には、クラブの約30年振りとなる UEFA、チャンピオンズリーグ優勝に貢献したが、当時のレアル・マドリードは、ラウル・ゴンサレス、フェルナンド・モリエンテス、プレドラグミアト・ビッチラ・フォワードの選手層が、厚く、 なかなか出場機会を得られなかったこともあって、イングランドプレミアリーグへ活躍の場を求める。1999から0レシーズン、アーセナルへと移籍。8月22日のマンチェスターユナイテッド戦で途中、出場という形で、プレミアリーグデビューを飾り、アストンビラにて、リーグ初得点を含む2ゴールを挙げた。2000年の UEFA カップ決勝では途中出場。 pk 戦までも連れ込むも第一キッカーを務めた、シューケルは失敗。その後、第三キッカーであるパトリック・ビエラも失敗し、ガラタサライに敗退してしまった。翌シーズン、ウエストハム・ユナイテッドへと移り、1年間プレー2001年に、名古屋グランパスが獲得に動いたが、ドイツ・ブンデスリーガの TSV1860、ミュンヘンへ移籍。2003年に、 選手生活に終止符を打った。1987年ワールドユースでは全6試合6得点の活躍で優勝に大きく貢献した。1988年にはソウルオリンピックに出場。1991年2月27日のトルコ戦でユーゴスラビア代表としてデビューし、1990年のワールドカップ。 イタリア大会の代表メンバーにも選出された。1992年にクロアチアが独立すると、同国代表として活躍。内戦により、クラブチームこそ海外に移籍したものの、UEFA ユーロ9 6では、当時世界最高のゴールキーパーと言われた、ピーター・シマイケルの頭上を越す、鮮やかなループシュートを決めるなど3得点を挙げ、同国をベスト8に押し上げた。 初のワールドカップ出場となった1998年のワールドカップフランス大会では対日本戦で得点を挙げるなど大会得点王となる6得点を挙げ同国の3位入賞に貢献するなど同年のバロンドール投票では第2位となった2002年のワールドカップ日韓大会にも出場しワールドカップに大会連続出場を果たしたが メキシコ代表一試合のみの出場に止まり、チームもグループリーグ敗退に終わった。引退後は、首都ザグレブで、サッカースクール、ダボールシューケルサッカーアカデミーを発足させ、若手選手の成長を見守っていた。しかし、裕福な家庭の子供を相手にしたアカデミーは、クロアチアの人に受け入れられず、現在は閉鎖している。2012年7月5日、 クロアチアサッカー連盟会長に就任した。ありがとうございます。